そのあとですごかったっすね。え、トマトジュースいますラボジュースにしようか。いやらしい、まあそういうとこ粘り気のある方でお送りしてみたいと思います。あ、この人別に反社の人じゃないです。長いお付き合いをさせていただいております。岸本浩二さんでございます。それで2人でやる予定やったんですけれども、そしたら三宅さんが遊びに来てくれはるというんで、それだったら竿を持ってこなあかんということで3人でやることに急遽なりまして、僕車で知らなかったですしかも初めて三宅隆さんですよね。なんか儲かるか。いやもうあんまり今日ねご辞退しようかなと思って、実際ねもう最悪なんですよ。会長も副隊長ももうみんなボロボロでな、もうね、でちょうど2人に連絡しようと2人とも連絡つかなかった。だからよしよし頑張っていこう。その時連絡ついてたの言いなかった今この分。まあでもそういう綱渡り的な演奏でございますので、途中で声が出なくなる、ギターが鳴らなくなる、フレーズが呆れて帰ってしまうということはあるかもわかりませんけれども、その説はご容赦ください。どうかったでそっちでもうちょっとこのおっさんですわ。マイクも置いてんのにね、人よりも大きな声出すんです。あ、そうか、それでなくても押してたんでもうちょっと話しようか。すいません、すいません。大丈夫大丈夫。おっちゃんならこれなんかごちゃごちゃ言うてるって終わっていく。なんか踊ってたああいうて終わっていく。ワン、ツー、せーの。Thank you.
取りてしまいましたそれでは最後の曲50年くらいは言うけどね、それ久しぶりに聞いたけど久しぶりに会うたんや久しぶりに会うたもんな、わーわー言うておりますが今の大津広陣、大津広陣大岡まで行ったんですよ、僕大岡参りしてきたんですけども次は、まだお亡くなりになってない方ですそれではスティービーの曲
じいさんなりのことがはい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 、下がっていくよ。あ、わかりました。ちょっと待ってください。はい、何かリクエストあったら我慢してくださいね。ここから久しぶりになっていっぱい出てくる。ちゃんと、分かってる。いや、見えとるわ、ね。あのね、ちょっとおじいさん扱いしたら、じいさんやけどね。ほんまにじいさんやんな。ほんまにじいさんはどうだよな。なあ、知り合った頃は二人ともまだ若かったな。いくつぐらいの時や、40ぐらい。でも、それでも40や。あ、もっと、もっと若かった。あ、そうか、そうか、もうちょっと。30代。こんなこと言うたりなんかして。それでは、三宅さんに合わせて。出てんのかな。ちょっと、なんかラテンっぽいようなやつをやってみようかな。昔あるの偉いお坊さんが恋を連れた我らの方に見えるような変わりたいの心に、とっても不思議な頃の
言うて自分でカウント出してんのちゃう。そうです。僕らが若い頃にね、GS ブームという、そうです、ガソリンスタンドですね。久しぶりに、はい、だから久しぶりにいっぱい出てくる、ガソリンスタンドですけども。まあ、グループサウンズですね、グループサウンズ。あの時代、この人ね、割とあの辺の嫌いなんですよ。嫌いなんですよ。寺内武言うたらね、なんか嫌がるんですよ。僕らは、寺内武ちょっと読むねんけど、これがそう。このまま、このままらしいですよ。ね、気が合わせんから、さっき聞こうやみたいな。そう、お前。ほんまや、こんだけみんなね、ぎょうさんやりはったはずやのに、何にも打ち合わせしてないの、どういうことや。みんなそれぞれ飯食いに行ったり、ね、酒飲んでたり、もうぐちゃぐちゃでございますが、その中の、これは、誰が歌ったんですかな。あ、そうかそうか、この後で、岩崎宏美さんが歌われたんです。元々の歌はブルーコメッツがやっておりました。そのブルーコメッツのを聴いて育った私たちでございます。私たちってあれ、私、はい、でございまして、ブルーコメッツのファンクラブに入っておりました。なんかね、バラかすでしょ。それではお送りします。あなたと私の青
飲んだあのレパートリー。そうなんだ。誰が考えたこれは。わしが全部責任者で。でこうやってあの自分のあの力のなさを振り返ると。うまいわ、最後恋はフェニックスをお送りします。
どうしましょう。帰る。帰る。いや、もうラストぐらいでしょうか。え？ありがとう。ラスト15分ですよ。それは俺が言わない。思い出したわ、そのくだり。それでは、カポ、カポ、カポ。カポさんやね。カポ、カポ、カポ。カッカポさんが言うなの。あ、そう。それでは、あの、ラストの曲でございまして、お送りします。どうぞ。
ありがとうございました。やかましいな。ちびりっそう、あ、ちびれへんのです僕、あの腎臓が動いてませんのでね、腎臓動いてなかったらね、あのおしっこいかんで楽ですよ。そんな意味もないんですけども、しんどいのはしんどいんですけども、あのそれだけはね、おもろしがないというか、それだけがあの取り柄みたいなもんで、我が心のジョージア、
Thank you.